やるとするかい、やるとするかい。あーちょまい、間が空くとなんか操作なんか分かんなくなるな。お、しかも攻撃までに、ま、ちょ若干の間があって、その間、その間をついて攻撃されるとおしまいになるな。もうやばくねえか、めちゃくちゃ肝試し大会やばいぞ。めったくそにされてんじゃないか。おお、お化け親父。あ、ちょっとカード取ろうぜ。こっちから行けないの、なんたること。勝手に出ししないで。白カード、白、何白カードって。ちょっと待って、やめて、やめて、そういうとこないすんの。白助けて、助けて。めちゃくちゃなやつだな。そう、この面急になんか やばいぞ。とんでもね、この面なんか乗れないのか。なんか敵が誰かなんかあれなんだよな。なんか持ってた気がする、何かしらの。なんか怪しいな、こいつな。怪しいな。天使カードよし。飛び方がすげえな。なんかこの間があるからちょっとあれだね。はあはあはあ。やめんか、この。こっち向くんじゃないぞ。よし。お札。出口55。これか。いや、なんかね、出口前だけじゃなくて、なんか結構なんか探索しないと、なんかわかんないってやつもなんかいたような気がすんな。危なかったね。おお。ドロドロしてんな。ゲゲ、松岡先生っぽいな。違うか。恨みしや、怖くなってきた。どっから来たの、お化けなのよ。ホラー怖いでしょ。ホラーだけにってか。とんでもねえやつだな。私を怖がって。本当のお化けがいたりしてな。何これ。あ、スロット的なあれ。一体どこだ、誰かいる。頑張ってるよね。とても嬉しいわ。ここはどこなの、スロットの部屋。頑張っているから、まあご褒美あげる。いや、ご褒美で。じゃあ、またなんかそのスロット、なんか運系じゃん、その、やっぱなんか。スロットゲームをするのよ。わけわかんねえな。知らん。くるくる変わるカード順番に止めて絵柄を決める。サマのカードと絵柄が同じだったらご褒美がもらえる。絵柄はなんか何でもいいの。A ボタン、そう、ジャンプする？何これ、よく難しくね、いや難しくねこれ。おーす、組長、組長、組長、いや無理だろ、白章無理だろ、これどうやってやんのこれ。何これ、これ何、しっかりボタンを押して、落ち着いてしっかりボタンを押して。あんなこと言うからそらなかったらゴールないわよ。子供だな。子供のちゃめっ気に本気で怒るなんて。うん。この世に大人なんてものは存在しないのかもしれない。もしかしたら。何くれたの？あ、カードかな？カードっぽくない？でもアクション仮面とか白だったらわかるけどさ。組長のカード、組長のカードなんてあんのか。どういうあれ一体。どういうあれなの？やめ、敵はなんかちゃんと倒した方がいい気がする。あぶねえ、このなんたること、なんたること。ちょ待って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 、天使使おうぜ。ちょ待って、あれ、あ、おお、白、白、いや天使だ。まずは天使を使おう。いや、やばいな。しかしなんか操作がなんかものすごいしにくいんだよな。ルルルルルルル、なんかさ、無限ループ的な。なるほど、なるほど。ほうほうほう。この野郎、お前か。お前か。で、これどれどこ行けばいいの。え、こっち、違え。いや、やめて。ここ、ここだってちょうだい。ここ、ここ、ここ。頼む、頼む、頼む。え、まだ続きそう。誰、あなた。どちら様。出口じゃない。へっへっへ、ここ出口じゃないよ。誰もいないお寺なのさ。あんた誰、よくぞ来てくれました。俺ら一つ目小僧で、ベルベルバー。一つ目小僧、一つ目は小僧、とんでもねえな。とんでもねえこと言いやがる。で、これでこっち行けない、行けない、行けないべ。アクション仮面3つあるのか。3つ欲しいな。天使、あー、いや、でもまだちょっとあれだろ。いや、使って、まあ、一気に、まあ、いや、
もう使うぜ使うぜ使うぜ、ジョジョブなんたることだ。じゃあこっからも使っていこう。え、ちょっと待って、あ、これを行けばなんかワープするみたいな、そういう感じ。次のエリアに行くみたいな。あれ、あと戻ってきてない？これ戻ってきてるよね。なんかすっごいなんかあるんだけど、なんか今までのなんかあると違うな、敵の動きがな、非常にやりにくくてしょうがない。ドーン！ちょっと待って、まあ、ちょよし、このまま行くぞ。これ大丈夫？これ、え、これ継続されるの？これって、ちなみに継続されてくれ。継続されない、なんたること。またここに来たじゃねえか。あ、え、ちょっと待って、冷静になりましょう。よし、なんたること。いや、全員倒しといて、とりあえず全員倒せば。え、やっぱ出口わかんねえ。なんたること。え、じゃあこれで一回戻れば、これで一回戻ることによって、やめて、軸をずらすのか。はあ、なんたること。このベロベロバ野郎が。で、これで行って、あっち行って、おかしくね。で、これでバッカ野郎。危ねえ。あ、あれ、これこれでいいんじゃん。いや、ちょっと待って。ん？ 2 番目のところ、これまたあれでしょ、同じとこでしょ。だとしたらさっきのところ、なるほど、さっきのところ行けばいいんじゃね。で、こう行くべ。で、こう行くでしょ、戻るでしょ。それっぽくない？これ行って、で、これ行って、こうだろ。どうだ、こうじゃないの。お、来たんじゃない、来たんじゃないですか。ちょそういうことか。わけわかんねえな、このホテルババロアだな、ほんとに。マジとんでもない、マジで。気をつけた方がいいぞ。俺たちは気をつけなきゃいけない。あ、でもイチャップした。イチャップしたの嬉しいな。ベロベロバー野郎が。お札持ってきたよ。ゲゲゲ！へっへ。へっへ。もっこその声割りがすんだよ。どこ行っちゃったの？全然怖がってくれないな。じゃあ。よーし、じゃあ冷静に。もうずらしていこう。敵の軸を長くずらしていけば大体そんな、そこまで当たることはないはずだから。白。白。で、なんか、まあ、特殊ななんか動きをするあれだよな。今のところなんか特殊だったり、なんかちょっと強めのなんか敵が、まあ、なんか持ってる可能性高いから。だからこうなんか動きが若干違うんだよな。だからこいつ怪しくね。怪しくなった。なんか降ってき方がなんか違ったから。俺はてっきりなんかそう思ったんだが、俺の気持ちだったから。たぶんこのステージもそれ系でしょ。でもそれ系か。で、これで行って、みたいな。そういうことですか。で、これまた入ったらあれでしょ？そういうことだろ。この三つ目ごとか。あいつ怪しいね。めちゃくちゃ怪しいね。よこせ。この野郎。もらった。で、もらって、ぶん投げて、当たんねえ。で、これまた別のとこ飛ばされるんだべ。異次元空間だな。で、こういうことやってるうちにもしかしたら本当に、もう取り返しのつかないことになるかもしれんな。あれ？これ出口だよね。やった。ここはなんかずいぶんあっさりしたな。な、前のとこと全然違うじゃないか。わはははふわぁ！ずいぶんいかれてやがんな。お店だ。もうゴールした？お姉さんかな。よくここまで来れたわね。データの妖怪むなしオーバーバー。ミサも29歳か。何してんの、こんなとこで。なるほど。立派な大人だぞ。吉永先生とかなんかもう20、またスロットが23歳とか多分そんぐらいだべ。もうそれも信じらんねえな、ほんとだな。レレ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 
おお、これ絶対当たんねえだろ。これなんかあんのかな。ちょっと時間かかったらなんかあの、時間かかったらなんかゆっくりになるみたいな。ちょっとアクションカメラ止めてるわ。あ、また組長だ。おー、ちょ、組長。ちょっと待って、アクション仮面狙ったら今組長になったから、じゃあアクション仮面狙ってみるわ。ちょっと動き早くね。もう全然違うじゃん。父さん、父さん。いや、多分あると思うんだよな。ここでやったらみたいな。おー、ちょ、組長。ここでやったらこいつが出るみたいな、絶対あると思うんだよ、それはなんか。なんか一回ぐらい当てたいけどな。どうでしょう。おあ、ミニゲームじゃん。おミニゲームきますね。水泳かこれ、もしかして。あ、水泳か。これなんだっけ、連打系かこれ。何してるの、しんのすけくん。早く来てよ。いい年して。水泳大会の日でしょ、忘れてるの。こってり忘れてた。レレレレ、知らん。ボタン連打し続けてスピードを落とさずにゴールを目指すゲームです。連打すると泳ぐ。ボタンを押すのをやめてしまうと止まってしまいます。障害物を方向キーを使って避けながらゴールを目指す。なるほど。てん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 。A ボタン連打ってた？早っ！なんでそんな早いんだ！お前ら早すぎた！お私ひどくない？なんで俺がぶつかるとなんかあれなの？いや、ひどくない？いやいやいや、ちょ、待て。ああ、お前ら早すぎ。よせ。あ、なんでそんなみんなそんな、それ、ひどくね？ちょっと俺がすぐハマってる。いや、これ。あ、これ、これ大丈夫？え？あ、いけるんだ。あ、いけるの？いや、難しすぎだろ。とんでもなく難しすぎだろ、あれな。どういうことだ、マジで。なんか。とんでもねえとこに俺は迷い込んできてしまったようだ。ルルルルルルルー、やめんか。なんで裏にも来るの？あなた方ちょっと。よし、ここは一回冷静になりましょう。白やったらどうなんだ。ほんとピンチの時にちょっと使うか。まあ白はすごいなんか貴重な感じがするな。危ねえ。多分左ルートとあれだろ、こう右ルートなんだろ、きっと。まあかんねえ。あ、結構広そうだね。広いな。うわ、結構広いな。何こいつ。いや、何その。お前だろ、よーし。で、これ多分ゴール探すのはきっと大変なパターンだな。そういうことだろ。まあ、とりあえずもう、奥の方から行く感じでやっていくか、じゃあ。あ、またなんか無限ループしてないな、なんか。あ、言った、出口だ。あ、やばい。やめて。こっち来ないで、あぶねえ。ステージ多くね？いくつは残んねえ。こんねってなんだもん。変な方言が出ちまった。どこの方言か知らねえけど。オーライってどうすればいいんだ。幽霊なのよ。少しは怖がったらどうなの。じゃがいも好き。じゃがいもいいな。いや、私がお化けだってことに気づいてくれたの。愛の力できっと食べるようになるからさ。すげえな。またスロットかよ。またスロットか。ちょっとアクション仮面、ちょっと最初なんかアクション仮面狙ったら、なんかあの組長出たでしょ。ここ。じゃあもう連打すか、じゃあ最初の。もう連打しようぜ。もう最初の段階で連打するもん。もういいや。わからん。もう狙って出せるもんじゃないだろうって。狙ってっつうかなんつうの。この3回で判断できねえもん。おい。ゾウさん、ゾウさんばっかりだな。てるてるてってって。妖怪ケチケチおばば。昔こういうのよく言ったよな。今のなんか言えなくなったのかな。どうなんだろうね。げんこつとかあったべないか。てれてれてってって。だんだんそういうのなんか厳しくなってんのかもな。圧力的ななんか。圧力がかかってんのかもしれない。
ルルルルルてか、どんどんなんかイチャップしてんじゃん。あ、なんかあっちもなんかあったっぽいな。まあ、とりあえず行けるとこは行こう。いっぱいいるね。これどうやって出すのこれ。いや、これ無理じゃね。ほう。ほうほうほう。あ、だったら、だったらよ。白！あ？こいつ怪しくない？あ、白地上戦か。よし。ここは併用していく。え、なんもないよ、なんも。おい！来ましたよ。あ、白、そういうことか。多分地上の敵だったらあれだな。もう効果、こう相当なあれを発揮するんだな、きっとな。あとはじゃあ出口を探そうぜ。やっぱ怪しいやつを突き詰めてなんか行くべきだったな。じゃあ、あとはもう出口を探せばいいか。ルルルルルー、ロリロリロー、帰れ。え、なんかステージ2かな、ステージ2が一番なんか難しくなかったかな。もうどこにあるのって感じで、なんかさ。あ、これ無限ループしてる。多分無限ループしてる。ちょっと待って。じゃあこれでまずこういって。あ、入れねえ。入れない。多分一番最初のとこじゃない？多分さっきのが怪しいよね。右側が多分まだなんかいけそうな感じがする。また無限ループパターン来たか。これ逆に。なるほど。お、なんかまだあるぞ。3つある。天使ありがたい。ちょっと追っかけてこないで。やめて。いや、多くね？ちょっと待って。え？ちょっと多すぎじゃない？どんだけ多いの？こう、やばいぞ。ねえ、あー、まあ、じゃあ、そういうパターンならいいや。多分当たりがあるんだろう。当たりっつうかなんか。じゃあ、次、じゃあ、奥から2番目いっかじゃん。そのパターンでいこう。あ、でも、なんか、そんな、そう考えるとなんか全然ないな。あ、それか、まあ、途中までは俺当たりいったかもしんない。ちょっとこいつ危ない、こいつ危ない、こいつ危ない。もうやめて、やめてー。ちょっと待て待て待て、まあ、それは待て、それは待て。ほい、ここ入るわ。よし、さあ当たり来い。あ、それっぽくない？当たりっぽくない？てて、よーし、来ました。てってるるるる、来ましたよ。わっはっは。わっはっは。とんでもねえやつだ。クリアしたか。お、終わったか。えらいわ。また出たな、妖怪スネギョンパは。スネゲ。すげえこと言ってんだ。今頃気づいたの。お化けは怖かった。怖かったな。なるほど。確かにその通りだ。てれれれんれれれれれ、なんか一面に比べると早くね。気のせいか。うわ、なんだこれは。これなんかあったな、こんな。正義のために戦うアクション画面だ。旗揚げ大会の決勝戦を行うと。決勝戦、負けてしまうと残りの信者の数が一人減ると。もうやめて、一つまでエリアから出直したい。それはちょっとやだな。知らん。掛け声に合わせて赤と白の旗を正しく上げたり下げたりする。アクション画面が一体色の旗だけで判定される。赤上げての時に白の旗は間違いなりません。はんはん。へえ、なるほど。三本勝負。三本勝負ね。アクションビーム、ちょ待て。なるほど。白。白下げる。はい。あ、じゃあこれでもいいってことか。赤。下げない。はい。白上げる、はい。赤下げた、はい。白下げる、はい。赤下げる、おう。だんだん速くなってきたな。はいはい。白上げない、はいはい。これ危ねえな、下げた方がいいか。白上げない、はい。うわ、これな、引っかかりそう、これ。白上げないで、はい。赤下げない、はい。危ねえ。赤上げて、ああ、下げて、下げて、これ難しくね。ちょっと待って。ちょっと待って。やばい。
一生かあいつ。あそこ3場所が白鷺ね。はい、ちょっと待って、マジで言ってる。え、どのあれがいい。その前すべきか。白下げる。はい、はい、まあ、あの段階で、はい、ずっと上げてんな。多分そろそろ下げる。下げない。何こういうこういうなんか深い目するのがよくねえな。ちょっとな。はい、なるほど。うわ、まだ何やってる。うわ、もったいねえ、これもったいねえ。あいつにダークス、あいつに釣られちまったなんということだ。なんか下げない。はい、ちょっとだんだん頭おかしくなりそうだ、これ。なんか赤上げてやばいぞ、これ。むしろ最初になんかこれもう勝負つけた方がいいだろ、これ。だんだんちょっと集中力がちょっとやばくなりそうだ、これ。白上げる。はい、これでよくね。はい、なるほど。赤上げない。赤下げる。もうずっと下げる来てほしいな。はい、よーし、オッケー。よーし、これであれだな、並んだな。こっからですよ。赤上げない。はい、とんでもねえな。白下げない。はい、白上げない。これ絶対勝たなきゃダメなやつだろ。だってあの水泳大会とか違ってな、なんかさ、あげない、危ね。よし、あぶね、あぶね、慣れてみたい。やばい、早くなってきた。はい、よし、余計終わりだ。あ、勝った。まだどっかで会うだろう。よーし、アクション仮面勝ったぞ。あー、よかったよかった。ほほはなんということだ、助けてくれさっき会ったばっかりなのに。目を覚ましたかい。君を呼んだのは私だ。そうか、ブラックメゲメゲ団に囚われている。私が捕まるわけにいかない。この私を助けに来てくれないか。助けに来てくれ。今どういう状態なの。取り上げられたアクションパーツを探してくれればいいんだ。遺骨をカードにされて隠されている。それを見つけてから出口を目指すんだ。なるほど。眠いからまた明日ね。おやすみなさいとんでもねえ。一回休憩しよう。ブラックメキメキだ。なんか襲ってくるな、ショッカー軍団が。